この金シャチ、オスメさんの知っておりますか。金シャチの上あごの部分がオスの方がちょっと長くてですな、メスの方がちょっと短いんですわ。されどメスは目線が前を向いております。はあ、知らなかったわしは。あ、さようでございますか。おう、名古屋名物、名古屋おもてなし招待。はあ、名古屋城に出陣続けて今年で結成12年。名古屋ではテレビのレギュラー番組や名古屋グランパス宣伝隊も務めてある。そんな名古屋に詳しいわしらが伝える、知らなきゃ損する名古屋の情報じゃ。改め織田信長である。陣が叩い当麻にございまする。して今日は何のお話や。はっ、こたびは金シャチが降りてまいるぞという話でございます。降りてくるな。はい、名古屋城のこの天守の上にそびえる金シャチが地上に降りて間近で見ることができまする。さあ、この金シャチ、これ実は皆様オスメスあるの知っておりますか。知ってるか、うん、こちら子孫繁栄のためにオスとメスがございまして、名古屋城に乗っ取るのだと北側がオス、うん、南側がメスでございまして、うん、このオスメス一対で金シャチと呼ばれております。うん、しかし一重にオスメス言ってもなかなか分かりづらいんじゃないか。はあ、故にこの見分けがいくつかございまして、まあ一番見分けの見やすいのは顎でございますかな。顎、はい、この金シャチの上顎の部分がオスの方がちょっと長くてですな、うん、メスの方がちょっと短いんですわ。あ、今信長様がやってくださったように触るかな、これこういう、もうあのこれはもう写真で見ていただきましょう。この顎の口の部分の上顎が出とるのがオスで、引っ込んどるのがメスでございます。あとはね、反りなんかもございますが、まあ一番顎が分かりやすいかなと。まあそれは遠くにいる時に一番分かりやすい。あ、さようにございます、うん、そしてこたびは降りて間近で見ることができるということでございますので、間近で見てこの見られる見分け方もこたび教えてまいろうか。遠くでは絶対見られない、特別でございますよ、うん、金シャチの目線にご注目くださいませ。目線、さようにございます。オスはこの目線がまっすぐ向いてる、目玉が真ん中にございます。真ん中にあるんだな、はい、この辺だな、うん、されどメスはこの目線が前を向いております。目玉が前を向いております。はあ、知らなかったわしは。あ、さようにございますか。うん、こうなっとるんだ。さようにございます。はあ、はあ、オスの方を向いてるんです。こう向かい合わせた時にオスの方を向くようになってるんです。うん、これ何故かと申しますと、うん、オスがあまりにもかっこよすぎてメスが見とれとる姿を表しておるではないかなと拙者推測いたします。あ、やはりな。お前のこれは独断と偏見で、拙者の推測でございます。ああ、それは実際見に行ってのお楽しみかもしれない。その解説もひょっとしたら受けられるかもしれんから、うん、ぜひとも名古屋城に来て目の前で金シャチを見てくれ。そんな名古屋城にわしらは毎日出陣しておるからな、ぜひ名古屋城でわしらに声をかけてくれ。それではまた会おう。さらばじゃ。最後、この動画に良いねと援軍チャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。ちなみに天守閣に金シャチを用いたのはわしが一番最初じゃ。